ただいまボージョレ・ヌーボーがフランスより到着いたしました。そろそろ解禁の時を迎えます。皆様お手元にクラッカーのご用意はよろしいでしょうか。例年度と比べて今年のはいかがですか。なんかソムリエさんがおっしゃってたようにボージョレーらしい飴の香りっていうのが古典的なクラシックなボージョレーヌーボーが好きです。あとはイチゴとかスミレっていうのはなかなかあんまり普通のスミレの香りにしない、あと開かないから甘いと思う。イチゴジャムとか、あでもなんか飴の香りはするから、ね、それがなんかクラシックな感じ。飴って日本の飴の日本の、あドロドロした感じ、あ切る飴、綺麗な、金太郎飴みたいな、ガラス状の、あの飴の香りをするんですよ。なんかこだわりとかありますかね、ボジョレに対するこだわり。お祭りですね。もちろんワイン飲むんだったら、人生してすごく、ね、ボルトで楽しめればいいみたいな、いつも私たちはマルゴとか去年と今
今年の味の違いなんかはありますか？去年はここで飲んでないんですけど、今年の方が美味しい気がします。ボジョレ・ヌーボーはお好きなんですか？はい、あの味とかよりもこういう楽しい雰囲気が好きで今日来ました。じゃあ帰ってからボジョレ・ヌーボーを買って飲むみたいなことはない？あ、でもなんかやっぱりもう一度この雰囲気